広島大学の浦部です。私は大学院でスポーツリハビリテーション学の研究をしています。その考え方や技術の応用範囲はスポーツ選手にとどまらず、高齢者の運動療法にも広く応用発展できると考えています。高齢者は低下した体力レベルをうまく他の体力の要素でカバーしながら生活しています。その意味で高齢者が上手に歩くということは、スポーツ選手が記録の更新を目指して頑張っているのと違いがないのかもしれません。高齢者はいつかは要介護状態になるでしょう。その忍び寄る不安は大変大きいと思います。しかし備えておくべきことやその対策はあるわけです。いかに健康寿命を延ばし健康な状態を維持していくかが QOL、 すなわち生きがいを拡大する手立てとなります。この DVD がその手助けになることを願っています。